か、めっちゃ寝た。昨日やっぱり疲れとったよな。めっちゃ寝たで。よし、はい。何度まで下がったよな。目に。そんなに言うほど、8.3 度。まあまあまあ、うん。そんな全然、全然寒くなかったよ。まああれだけの装備があったら寒くないわな。今日はね、お昼間にちょっと、ここのドッグランは素晴らしいからドッグランに行って、でクラフト、ちょっと、持ってきてるから材料で、ちょっとウッドクラフトちょっとやって、はい、それではね、あんこう鍋を作っていこうと思います。ネギ、よいしょ、よいしょ、で、ニラもやし、おう、おう、おう、はい、すべて投入しましたので、仕込んでいいかな。味付けもしましたので閉館。さあ、火を焚こう。火ガンガン入れていこう。あんまりでかいのもどうかな。ちょっとでかいやん。のたれてはる。エルドリスってバトニングできんのかな。こんなちっちゃいのやったらいけるかもしれんけどな。ほんまこれ使いやすいよ。めっちゃ使いやすい。すごい、あのファイヤースターターすれるから、私もめっちゃ気に入って使ってますけどね。購入してくれ。すごいカニの匂いがする。さすがカニ積みで美味しそうな匂いしてきたよ。幸せの腹ごなしはこんな感じや。はい、それでは出来上がったので、お鍋の方をいただきたいと思います。おお、つみれがうまそう。うわ、わあ、わあ、あんこが、ええ感じになっとる。おお、お野菜たっぷりやで。
昨日、あ、昨日お肉ばっかり食ってるわけじゃなかった。昨日ほとんどお魚だったもんね。よいしょ。さあ、どんな味するかな。よし。それでは、いただきます。ちょっと醤油と酒とみりんと足したけどね。味出てほしい。あ、うまいわ。ちょっと一味欲しいな。ちょっと辛い方が、ちょっとピリッとした方が絶対うまい。一味唐辛子。これちょっとあれば、これだいぶ違う。おいしい。これ中にぶち込んでもいいよね。これでちょっと変わるよ。あ、うん、全然、やっぱりこっちの方がいい。うん、優しい味やな。よいしょ。さあ、そしたらドッグランの方に行こうと思います。よいしょ。ちょっと待って。一人で3本。右手が使われへんのはきついんだから。はい、行きたい行きたい。はい、行きたいね。行きたいな。はいはい。むずい。これ追っていかれへんわ。できるかなと思ったけど。みんなそらはは言うやろ。そら取ってた。取るの私無理。停電にしたら終われへんしな。よいしょ。これ追っていかれへんで。あれ、逆だ。はい、サイトに帰ってきました。あ、そうやね、ここあんまり景色だから、昨日ライブで川流れてるんですかっていうのがあって、ほら、ここ崖なんですけどね、この向こうがあれ橋なんですけど、 あそこ大きな川なんですよね。多分その音が聞こえてたんだと思う。
しょよいしょ、はい到着。こんな感じ。100円3分だって、200円6分だって。さあ、ホルデム入ろうかな。きれいにちゃんとしてあげてるので帰りたいと思います。いや、ありがとうございましたって誰もおらんけど、ウッドでなかなかいい作り、いいですよね。ワンコも疲れさせて、あんだけ遊んだらそりゃ疲れるやろ。いやだ、ちょっと回すよ。よしよし、これで私の自由時間だ。やっと自由時間だって持ってきたんだからね。これいいでしょう、形どう？もうちょうどいい形してんのよこれ。あとはこれも結構いい形なんですよね。これだけ太さあるからこう切ったらこう取れるもんね。まあ、スプーン作るんですけどね。これもいいかなと思って白樺1本持ってきましたけどね。あとはまあまあバトニングで棒で使おうかなと思って、全部欅ですけどね。これは刃に当たってないからね。よし、めっちゃいい感じになったんじゃん。ほら、こっち使ってもいいし、こっち使ってもいいし、節あるからこっち使おっか、こうしよっか、こういう気取りで。よし、だからこれで1本作っていきたいと思います。だいぶ細まったね。あと首でつけて、マジか、クマ出たってよ、タカス。こんな感じ。
おお、だいぶ来たね。ここまで削ったよ。でもだいぶほらいい感じじゃない。外やしな、家でやってるわけじゃないから。よいしょ。ほい、完成です。これがこうなったよ。今日使えんじゃんこれ。ほら結構深めに入ってるから結構すくえるよね。もうこのカーブを出すのがすごい難しいのね、スプーンって。この曲がりで出せるからいいけど、こういうまっすぐのやつで曲げようと思ったら結構難しいのよね。あっち切ってこっち切ってあっち切ってこっち切ってせなあかんから。うん、いいんじゃないでしょうか。あ、できた。はい、スプーンも作ったし、あとはご飯を食べるすき焼きをそろそろ準備していこうかなと思います。よし、豆腐。ごぼうでしょ。うわ、ちょっとだけでいいよね。とりあえず1枚だけ。うん、あともう半分は後で入れます。どうやって、まああのお肉やからすごいんでしょ。うお、結構分厚いな。こっちとよいしょ。とりあえずこれ、よいしょ。それではだいぶええ感じになってきたよ。朝どり卵の自動販売所でございますって言ってうちの家に来るの。卵屋さんがその時に買うのね。毎週金曜日10個。めっちゃいい卵やねん。朝取れた卵をそのまま売りに来るんですけどね。でいつも買うから。朝どり卵の移動販売所でございます。ちょっとすき焼きの方がどうですか。これ最高や。おまへんか。あー、いいんじゃねよし。味どんなもんやろ。薄いかな。うん、これで煮詰まったらいい感じになりそうやけどな。もう早速使ってますよ。それではいただきます。うまそう。まずお肉から。ではいただきます。うまっ。
これめっちゃうまいぞ。お昼抜いてるからお腹減った。朝だって朝食ったもん10時ぐらいやったかな、あれ鍋食べた。はい、ごちそうさまでした。全工程終了、あと片付けて帰るだけ。あーお腹いっぱいになった。お、なんかおもろい虫が上がってきたぞ。あれ何やったっけ、七節やったっけ、違ったっけ、なんかすごいなんか動いてますね。七節っぽくない、なんかそんな感じの。よかったね、そこそれ以上行っても何もないよあんた。面白い。はいよ、ゆっくり食べてください。はい、最後の薪を全部入れました。盛大に燃え上がっておりますが、言うてもこれちっちゃいからな、こんぐらいしかないからさ、で大きさミニ焚き火台みたいなもんやからね。だから薪2つ買ったら結構な量、それを全部2等分していったからのこで、そしたら倍になったからすごい量になった。でだいぶ余ったから最後今全部入れました。はい、2日目夜幕内にこもりました。さあもう寝るよ、明日早いんだから。ラッシュないじゃん。ね、ちょっとここ、ね、寝て。あんたこっち来て。はい、もう寝るよ。明日早いんだから。はい、お座りして。座って。伏せ。伏せ。一日お疲れ様でしたな。雨か、嫌 やな。帰ってから乾かさなあかんやん。そのまま積んで帰られへんしな。うわ、きつい。きついぞ、これは。はい、おはようございます。3日目、朝。6時半頃かな。犬出しして終わったところなんですけども、雨昨日の夜からずっと降り続いてました。雨、ラッシーは、あ、向こうのか、雨ですわ。初日が一番寒かったかな。さあ11時目指して、撤収していきます。チェックアウトが多分それぐらいだと思う。よいしょ。あー、えらいことなってるなあ。最低。はあ、家帰って完全に乾かしたのに、くそー、雨溜まってるし、あーくそー、まあしょうがないよね。はい。
今日できたシステムを取り入れようと。はい、綺麗に片付きました。さあ、全部積み込んだよ。すんごいことになったけど、荷物減ったはずなんやけどな、薪とかがなくなった分。もうギリギリや、またギリギリ。さあ、それでは3時間半かけて、途中一回動画撮れるかな、わからんけど、どっかの SA でご飯食べて帰りたいと思います。では、お疲れ様でした。目的地までおよそ 230km です。3時間20分ぐらいかかります。料金は6230円です。はい、岐阜ヤマト PA っていうところに来ました。なんか食べ物ないの？お腹減った。やっぱり味噌カツ食わないと。味噌カツ丼定食です。美味しそう。はい、ごちそうさん、美味しかった。あ、お腹いっぱいになった。はい、帰るよ。はいはいはい、分かった分かった。はい、帰るよ。はいはい、じゃあお疲れ様でした。